村上夏実と田辺萌香の G アップスプラウト。この番組はチャンネル銀河 MTV 他の提供でお送りいたします。G アップスプラウトはラジオは FM サルース、FM 品川、テレビはイッツコムチャンネル10で同時に生放送中です。皆さん、こんばんは。スプラウトメンバーでお送りする G アップスプラウト。今夜はセントフォーススプラウトの村上夏実と田辺萌香でお送りいたします。よろしくお願いします。今夜はなんと記念すべき G アップスプラウト350回目の放送、そして萌香ちゃん初出演です。おめでとうございます。よろしくお願いします。ちょっと緊張してますかね。結構緊張してますか、ね、大丈夫です。私も最初はすごく緊張したので全然大丈夫ですよ。では早速なんですが、萌香ちゃんのこと知りたいので30秒で自己 PR をお願いします。準備はどうですか、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、それでは30秒 PR スタート。はじめまして、成蹊大学理工学部物質生命理工学科1年の田辺萌香です。私は2002年7月7日の七夕生まれで、今は19歳です、うん、好きなことは、踊ることで13年間クラシックバレエをやっていました、うん、得意なことは何事にも楽しみを見つけて、うん、苦手なことは運動です。お緊張していますが、最後まで自分らしく笑顔で頑張りたいと思っているので、よろしくお願いします。おー、いいじゃない、いいですね。いい時間を使い方したね。ぴったりですよ。あ、いいね。いや、よかったですね。でも、もっともっと私萌香ちゃんのことが知りたいので、いい、ね、今から私が10個の質問をしますので、テンポよく答えていきましょう。では質問スタート。出身地は？神奈川県です。趣味特技は？バレエです。お、尊敬する人は？母です。好きなアーティストは？韓国の IU です。知ってます。得意な早口言葉は？坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。完璧です。私、村上夏実の第一印象は？優しくて可愛い、とっても上品で憧れの存在です。ありがとうございます。自分のことを一言で言うと？前向きです。好きな映画は？実写版のアラジンです、うん、自分を野菜に例えると？パプリカです。将来の夢は？人にいい影響を与えられる人になることです。いや、もう絶対なれますね。ありがとうございます。ちょっと気になるところがいくつかあったので質問したいんですけど、まず最初に、なんでパプリカなんですか？パプリカは明るくて元気なイメージがあるじゃないですか。私は前向きなことが長所なので、パプリカを選びました。確かにカラフルでポップな感じがしますよね。はい、何色？赤とか黄色とか気になる。聞こうと思った。色は特に考えてなかった。じゃあ黄色にしようか。そうですね、黄色いですね。明るいですもんね。ね、グリーンだとピーマンになっちゃうもんね。確かに、ね、確かに野菜変わっちゃいます ね、 ね、 そうか。ね、得意な早口言葉が坊主が上手に坊主、はい、何でしたっけ。向けてくる。坊主が屏風に、坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。おー、聞いたことある。岸川、私と一緒なんですよ。今言えなかったんですけど。得意って言って言えなかったんですけど、うん、私も初出演の時に、まあ、同じ質問があって、うん、はい、同じこと言ったんですけど、そうだったんですね。3年経って言えなくなっちゃった。本当だね。恥ずかしい。あの頃ね、確かにね、森山みなみさんと一緒だったね。そうなんです、そうなんです、ね。で、そして尊敬する人、うん、お母さんということで、はい、お母さんどんなところを尊敬する、しているんですか？母は常に前向きに考えていて、うん、いいね、失敗、私が失敗した時も、うんうん、あの、ここは良かったんじゃないって、うんうんうん、あの、あ、いいところも見つけてくれて、その反省しなくてはいけないところは繰り返さないようにしてるんですけど、そういういい面も考えられるところがすごいいいなって思いました、ね。大事ですよ ね、 ね、だ、いいとこいっぱいありそうだもんね。まだもう番組始まってね、もう5分ぐらいしか経ってない、5分経ってないけど、いいとこがあるなんてひしひしと感じますよ。ありますよ、ね、僕ちょっと聞きたいんですけど、ね、うんうん、村上夏実さんの第一印象、はい、どうですか、実際にお会いして。あれでしょ、あの、画面の向こうの人だったわけじゃん。もともとニュースゼロを見させていただいてて、嬉しい、家族で
みんなで可愛いねって話してて、嬉しい。だから本当に初めてお会いした時は本当に、うん、あ、夏美さんだって感じで、ね、本当にもうスタジオの外のドアでもえかちゃんが待ってて、ちょっと入りづらいのは分かるんです、うん、確かにね、ここアスパイっていいのかなと思うんだよね。そうなんです、でそこで、あの挨拶したんですけど最初に、ね、なんかそうなんだ、大丈夫だったかな、すごい暗い服をいつも着てるので気づかれなかったかな、なっちゃんだって嬉しいですね。いろいろ、ね、まあ、とね、あれですけど、うん、バレエをね、はい、やられたと。え、何年でしたっけ。13年間ってことは、でも今あれでしょ、2002年の生まれですもんね、はい、うん、何歳からやられてたんですか。4歳から5歳とか、そこら辺。すごい、すごい。え、どういうところに魅力を感じたんですか。もともと小さい時から結構、うんうん、音楽に合わせて踊ったりとか、踊ることが好きで、で、あとクラシックバレエを見て、なんか衣装が結構可愛くて、確かに可愛いですよね、あれに憧れましたね。ひらひらしてますもんね、はい、じゃあいろんなものも、あの、くるみ割り人形とか、うんうん、白鳥の湖とか、でも僕はもうそれくらいしか知らないですけど私もそれくらいしか知らないですけど、やっぱあれ踊ったりとか、あれ大変だよ ね、 ね、シューズでずっと練習したりね、確かに足とか長時間踊ってると痛くなっちゃう。そうですよ ね、 いや、だってもう姿勢がすごくいいですもん。確かにそう、バレエやってる方姿勢いいですもんね。姿勢いいね、嬉しいです。体幹がしっかりしてる、ね、体幹確かに ね、 ねよく言いますね、いやでもね、はい、こんなね、もうしっかりした、ね、はいはい、もう方ですけどね、田辺さんね、はい、実はね、あれなんですよね。そうですよね、あの、うん、ミス整形大学グランプリということで、おめでとうございます。ぜひあの今リスナーさんもきっと萌香ちゃんのことを応援してた方もいらっしゃると思うので、はい、皆さんにメッセージをお願いしてもいいですか。はい、いつも応援してくださる皆さん、本当にありがとうございます。皆様からの温かいメッセージにいつも癒されていて、とても励みになっています。うん、大学生活の中では、あの、新しい挑戦もたくさんしていきたいと思っているので、これからも温かく見守っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。いいですね、もうコメントの一つ一つが、ね、しっかりしてるね、本当にね、こう温かさを、そのやっぱね、あの田辺さんのファンの方の温かさと、うん、田辺さんの温かさも感じたね、あ、素晴らしいね、感じましたよ、本当にね、きっと、うん、画面の向こうのリスナーの皆さんにも届いたと思いますよ。はい、もう最高ですな、最高です、はい、ではでは、あの、先週の振り返りということで、うん、先週は宮尾レイちゃんと吉国ゆいちゃんが、うん、現職美人キャスター大図鑑2022の見どころと読みどころをプレゼンしていましたね。こちらですね、はい、はい、あの今端っこの方にちらっと映ってるんですが、これどうですか、萌香ちゃん、読みましたか。はい、読みました。お、本屋さんで買いました、うん、さすがですね。あれですけど、電都市線のね、広告にも載ってますね、うん、え、そうなんですね。そうなんですよ、僕もこれで載ってたら、あれあると思って、うん、私も見ました、見た、来る時に、はい、びっくりした、もうね、現職美人キャスター大図鑑、これ2年に一度しか出ないんですよね、確か大体2年に一度ですね、そうですよね、はい、だからこれね、前回もね、なっちゃんも載ってますが、あ、そうなんですよ、2020も22も若かりし、村上達也、このね、2年間の奇跡がね、そうなんですよ、1年、これはあの、この時のね、写真も載ってますしね、うん、若かったいや、そう、今も若いですけど十分ね、こう2020にもありますから、ね、2020もね、ぜひね、あの、萌えの書店やね、いや、そうですね、ぜひ手に取っていただければなと思いますが、私もちらっと載ってるので、うん、そうね、なっちゃんのね、プライベートショットがね、そうですね、載ってますから、はい、なっちゃんもね、可愛らしい、ね、衣装ですからね、ありがとうございます、はい、はい、ということでね、はい、なんとね、今日なっちゃんは何回目の選果ご存知ですか。20ちょいですよね、そう、27回目の選なんですよ、そう、350回ある中で27回出てるんですよ、すごいですね、そう、歴代4位らしいですよ、すごい歴代4位ですよ歴代4位の、なんか一時期一時毎月出てましたよね。そうね、なんなら月2回くらい出てた時ありましたよね。だこれからまた月2回ぐらいできれば歴代1位に狙っていいですか。歴代1位は49回だから、あ、ちょっと吉田駅さんだから厳しいかな。そう、多分歴代4位は森山みなみさんか森かすみさんだったような気がする、どっちかだと思うんだよね。だからその2人は多分、頑張って
2くらいには2くらいにはそうですね、そうね、狙っていきたいですね、思いますね、はい、はい、いやでもねこんなにね、うんうん、もう350回ですから、そうですね、びっくりする、350回台本書いてんだなと思うと本当にすごいなって思いますよね。こんなに長く人生の中で350回も長く続けることないですよ、うん、なんかあります、長く続けてるようなことって、なんか最近バレエ、そうですもんね、一、ね、つは、はい、ね、なんかそれから日記つけてるとかある、なんかそういうのとか、日記、なんか自主練と、うんうん、ストレッチとトレーニングは毎日やるようにしてたんですけど、はい、すごいね、偉いですね、じゃあか体も柔らかいんだ、そういう意味ではね、やでも最近ちょっとやってないんで、うん、あ、そうそうそう、ちょっと今はどうだろうって感じですね、そうなんだ、なっちゃんあります、なんかずっとやってること、いや私こう何か一つをずっと続けるっていうのがすごく苦手で、あ、はいはいはい、ないんですよね、なんか天気を見るとかそういうそれはなんかあの、うん、割とお仕事と、うん、なんていうんですかね、プライベート住み分けてるので、うん、天気はもう仕事というか、うん、あ、なるほど、そうなんです、天気は仕事と割り切ってる、割り切ってて、なかなかビジネスライフ、そうですね、まあたま日記、日記をたまにつけてて、うん、たま日記ね、たまで日記、たま日記って呼んでるんですけど、たま日記はやってますね、月に1回月に1回でもそれ小6からやってるんですよ、すごい、小6から月に1回くらいたま日記つけてるので、うん、なるほど、月間だ、じゃあ月刊たま日記、月刊たま日記、発行絶対できないです、発行できな い, きない小学校がつけてて、はい、できないです、天気良かったなみたいな、まあそれくらいライトなものなので、なんかありの巣がありましたみたいな、そうですね、いいですね、でもまあね、いろいろとねこうありますけどね、うんうん、どうですか、初めての頃って、はい、こう今ね田辺さん今日初回ですけど、はい、うんうん、なっちゃんもさっき言った、私も同じこと言ったってありましたけど、坊主のやつですね、そう、坊主もありましたけど、なんかこうあれですか、うん、なんか共通点とか見出せるとかありますか、こう、え、そうですね、うん、姿勢ですかね、姿勢私もあの本当姿勢だけはちゃんとしようと思ってたので、ね、G アップ出るときは、確かにそうだよね、姿勢めっちゃいいですよ、いいね、横から本当ですか、はい、お会いした時からすごい、あ、嬉しい、凛とした凛とした、はい、よかったです、今日ね、ちょっとあの背の高い靴も履いてるからね、凛とした感じだった、元々結構高めではあるんですけど、さらに、そうですね、確かに思ってたより高かったです、よく言われるんですよ、はい、思ってた、あ、そうか、思ってたより高かったよく言われる、確かにね、そう言われるかもしれないね、まゆかちゃんは158ちょいとかですもんね、はい、あ、今日はそうですね、更新したいプロフィールなので後ほど詳しく身長とか出てきますからね、はい、ね、楽しみですね、はい、はい、ということで、今夜の選曲テーマはウィンタースポーツがしたくなる曲です。私たちの選曲もぜひ楽しみにしていてください。先ほどもご紹介しましたが、マイプレゼンテーションでは更新したいプロフィールをプレゼンします。さらにサイコロトークや言葉クイズと今夜も盛りだくさんな内容です。お楽しみに。今夜もイッツコムスタジオ多摩プラザから生放送でお届けします。それでは今夜のオープニングナンバー、広瀬香美でゲレンデが溶けるほど恋したいをお聞きください。
お届けした曲は私村上夏実が選曲しました、広瀬香美でゲレンデが溶けるほど恋したいでした。今夜も始まりました G アップスプラウト。毎週私たちスプラウトメンバーがアナウンサーとしてのスキルアップを目指して様々なコーナーにチャレンジしていくバラエティあふれる番組です。ファッション、フード、朗読劇、カルチャーなどを紹介、週替わりのテーマに沿って私たちがプレゼンします。この番組はラジオは FM サルース、FM 品川、テレビはイッツコムチャンネル10で生放送、 YouTube ライブでも同時に配信中です。またスマホアプリ FM プラプラでもお聞きいただけます。 G アップスプラウトでは皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージは E メールで msg@fm-sarus.jp msg@fm-sarus.jp または FM サルースホームページのメッセージフォームからイッツコムチャンネル10をご覧の方は画面右下の QR コードからメッセージをお送りいただけます。さらにリアルタイムでコメントをしたい場合は YouTube ライブからのコメントや Twitter でハッシュタグ G アップスプラウトをつけてツイートをお願いします。はい、ではここでリスナーの皆さんからたくさんのメッセージをいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。では早速ご紹介します。ラジオネームすやりんさんからです。ありがとうございます。夏美さん、萌香さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。萌香さんは初出演ですね。夏美さんから萌香さんにアドバイスをお願いします。いいじゃん、パイセンからアドバイスお願いします。楽しめば良いと思います失敗とか恐れずに楽しんでいきましょう。はい、決まり目です。はい、萌香さん初出演緊張すると思いますが、はい、G アップスプラウト温かい番組ですし心配せずに頑張ってくださいとのことでした。はい、では続いてお願いします。はい、どうぞ。はい、ラジオネーム哲也さん、ありがとうございます。ありがとうございます。夏美さん、初登場の萌香さん、スタッフの皆様、こんばんは。こんばんは。こんばんは。初登場の萌香さんは成蹊大の今年のミスキャンパスグランプリで、夏美さんは法政大学在学中に気象予報士に合格した才女です。うん、いやいや、才女だなんて。最初顕微ってもう村上夏実と同じだから、ね、いや違います。最初顕微って村上夏実ってもからね、うん、そこで今日はお二人に自分の通う大学のここがすごいところを教えてください、うん、なるほど、ね、私は法政大学というところに通っているのですが、はい、そうなんですよ。あの法政大学にはボアソナードタワーっていう、まあ、ビルがあって、うん、そこの1階にボアソナードさんっていう、まあ、銅像がいるんですよね、うんうん、あそこの銅像を撫でると単位を落とさないっていう都市伝説がありまして、うんね、私は毎年撫でてるおかげで単位を一度も落としたことがありません。すごい、はい、頑張りました。すごいね。成蹊大学どうでしょうか。私は、理工学部で、うん、あの他大学は結構理工学部はキャンパスが離れてるところが多いんですけど、確かに多いね、うちもそうだ、確かに他多いですけど、成蹊大学はワンキャンパスで、うん、みんな一緒のキャンパスにいるので、いろんな方と出会いがあるのがすごいいいところだなって思ってます。行ったことあります。私本当気象予報士試験で、あ、はい、綺麗なところでした、はい、緑が多くて綺麗です。いいところですよ、うん、では続いてラジオネーム流星さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。村上さん、田辺さん、こんばんは。こんばんは。田辺さん、スプラート所属おめでとうございます。ありがとうございます。本当に久しぶりのお便りになります。うん、そうだね、最近明大学のアイドルコピーダンスサークルの応援を始めました。そうだ、ね、あ、各大学でした、失礼しました、ね、うん、好きなことが功績と結果になるのは素晴らしいなと毎回考えさせられる中、僕も頑張らなきゃなと思います。なるほど、うん、もちろんスプラットの皆さんの努力やアナウンス力もリスペクトしています、うん、そうね、嬉しいですね。ありがとうございます。もうね、やっぱ G アップスプラットはね、皆さんが成長する姿を見るのがね、うんうん、一番楽しい番組ですから、うん、はい、まあ、どんどんとね、田辺さんも成長していって、そうですね、はい、頑張りたいです、はい、では続いてお願いします。はい、ラジオネームケンジさん、ありがとうございます。おばんです。おばんです。はじめまして、萌香さん、パイソンさん、フネディさん、萌香さん、
初出演緊張しているかな、緊張してます、今も噛んでしまいました大丈夫大丈夫。ここは萌香さんと同じく大学1年生から出演している初代ミスパイソンのなっちゃんにドドンと甘えて頑張ってくださいね。甘えてください、お願いしますなっちゃんも次期大学4年生か、うん、月日が経つのが早いな、うんうん、そうね、確かに。お二人さんとも体調管理に十分気をつけ頑張ってください。頑張ります、ありがとうございます。早いですね。では続いてラジオネームタカさんからです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。田辺萌香さん、この度は出演おめでとうございます。ありがとうございます。僕はミスコの時から萌香さんを応援しております。確かに、はい、放送の時間は会議が入ってしまい難しいかと思いますが頑張ってくださいとのことです。会議頑張ってください。 YouTube のアーカイブでぜひご覧になってください。この後ね、月曜日にアーカイブされるからね。そうですね、楽しみにしててください。それでは早速早口言葉にチャレンジする G アップツイスター。今夜はリスナー鬼ヶ原さんが作った早口言葉です。楽しみですね。どうですか、早口言葉得意ですか？いや、ちょっと苦手です。では早速今早口言葉が来たの で、ね、じゃあ1枚渡してください、はいはい、今夜も頑張りましょうね。待ってね、どんな早口言葉。では今渡されたこの早口言葉、うん、まずは私がゆっくり読んでみますね。お願いします。赤鬼トラガラパンツ、青鬼トラガラパンツ、トラガタパンツ、うん、器用に鳥柄パンツ。なるほど、ね、ちょっと難しいなこれやっぱね、節分近いくらいですかね。あ、ですかね、鬼なのはね。あなるほど、トラガタか。ちょっと頑張りましょうねこれは、はい、はい、まずは私からいきますので、もいかちゃん一緒にリズムに乗って頑張りましょう、はい、それではミュージックスタート。これですね、読み間違えそうで怖いです。私はそう、ね、勢いがあれば。あ、ちなみに2回ですこれ。2回ね、分かりました、はい、2回行きましょう、はい、いやでもね、これでもほらやっぱパイセンが決めてくれるでしょ先にね。プレッシャーすごいなズバッと行きますよ、行きますよ、はい、せーの。赤鬼トラガラパンツ、青鬼がトラガタパンツ、赤鬼トリガラパンツ。ちょっと待ってください。1個しか言えなかったね。1回しか。お、頑張ろう。じゃあそうそう行こうかな。はい、行くよ。はい、せーの。赤鬼トラガラパンツ、赤岡がすいません、トリガラパンツ。難しいね何ですかね、柄とガタと柄が混ざるんですよね、これ2個目くらいから青から言えませんでしただよね。なかなかいいね、早口言葉でしょ、ね、上手です本当に、うん、皆さんもぜひ挑戦してみてください。いや本当ですね、はい、でも今のでかなりウォーミングアップできたので、このままマイプレゼンテーションに。おっと、その前にですよ。あ、失礼しました。はいはいはい、おめかちゃん、ここでリスナーの皆さんにお知らせがあるんですよね、はい、すいません。はい、皆さんにお知らせです、うん、と皆さんから私たちに言ってほしい早口言葉を募集します。そう、ね、詳しくは G アップスプラウトのツイートをチェックしてくださいね。はい、採用された方は番組特製2月出演者の写真が入ったジンをプレゼントします。ふるってご参加ください。はい、はい、というわけでジンもね、あの作ってますから、着々と。どんなのか楽しみですね。まだ10月のが今もうすぐで出来上がりますからちょっと待ってくださいね。10月の方はね、首を長くしてお待ちください。待ってください。なかなかプリンターが壊れちゃう、すいません、ね、だだだだだ。では、はい、このままもうマイプレゼンテーションに行きましょう。行っちゃいますかこれ、はい、問題作。今週のテーマは更新したい私のプロフィール。三国志の五の武将呂蒙の言葉で、死別れて三日なれば、すなわちさらに刮目して会いたいすべしとあるように、努力をしているものは3日もすれば大きく成長しているので、次に会う時には注意してみなければいけないということです。おー、そうなんだ。いや、私たちも日々成長してますもんね、うん、はい、もちろんです、はい、ではそこで今夜はセントフォーススプラートのホームページに掲載されている私たちのプロフィールから更新したい私のプロフィールをプレゼンします。すごいね、これすごいことですよ。いや、だって入賞してまだ間もないですもんね。どうしてこのテーマなんですか、ちょっと気になるやっぱ、ね、でもこれ偶然と恐ろしいもんでね、はい、昨日ちょっとニュースになってましたけどね、はいはい、セントフォースの取締役の、はい、望月理恵さんが、うんうんうん、宣材写真をね更新したということで話題になってましたけど、やっぱね合わせてきたのかなと番組に。
萌月さん取締役だから分かってるから。確かに分かってますね。話したこともないけど、うん、なんとなく通じたんじゃないかなと思ってありがたいなと思います。そういうつながりだったんですね。この時期に私やっといたから後輩たちもやっといてみたいな。いや楽しみですが、うん、まあ、今回は萌香ちゃん入賞したばかりなんですけど、うん、ね、まあ、3日以上経ってるので、はい、更新したいプロフィールもきっとあるはずです ね、 ね、うん、はい、まずはセントフォーススプラートのホームページに掲載されている萌香ちゃんのプロフィールをご紹介します。教えて。田辺萌香2002年7月7日生まれ、うん、身長158センチ、出身地は神奈川県、趣味はバレエ、動画制作、特技は初対面の人と仲良くなることです。では早速更新したい私のプロフィールのプレゼンをお願いします。はい、じゃあいきますか。なんだろう、私田辺萌香の更新したい私のプロフィールはこちら。お、趣味を増やしたい、趣味を増やしたい、趣味を更新したいのが趣味を増やしたい。そうですね、あのこれから、うん、まだ今は、あのないんですけど、これから更新したいなということで、はい、趣味を増やしたいにしました。なるほど、ね、私は今までクラシックバレエ一筋で、うん、バレエが好きでずっとやってきたんですけど、うん、あのもっと他の趣味も作りたいということで、うんうん、最近気になってるのは料理とヨガです、うん、おー、頑張りたいなと思っています。いい、ね、へー、ヨガいいですね、はい、健康的。確かになんか人気ですよね、うん、女性結構されてる方多いですよね、うんうん、でも趣味を増やしたいって言っても、はい、やっぱちょっとそれさ、料理とヨガっていうのは、はい、なんていうのかな、他の人とこうちょっとかぶっちゃうじゃん。あ、確かに。なんかもうちょっとさ、もう一つ踏み込んだ趣味、俺なんか作った方がいいんじゃない、なんか似合う趣味なんかない、なんだろう、こうパズルが得意とか。あ、パズルあんまりないよ。いや、編み物してそう。編み物ね、あ、いいね、編み物。結構小さい時、うん、裁縫好きでした。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。編み物と縫い物ちょっとずつ、ま、本当にちっちゃい時なんですけど、やってました。刺繍とか。そうですね、刺繍とか。いいですね、あのほらバレエのシューズに刺繍するとかさ、トーシューズだっけ、トーシューズ。難しそう、ちょっとできるかな。かっこいいじゃん、そんなんできたらさ。確かにオリジナルで、ね、オリジナルのさ、山入りとか、そう、萌香オリジナル、へー、いやー、確かに確かに、囲碁とかチェスとかもありますけど。あ、なるほどね、そういうボードゲームとかも楽しそう。あと意外なところでさ、はい、こうなんかあれじゃない、こう走り幅跳びとかさ。あ、運動が苦手って言ったけどさ、運動でも苦手なんで、ね、でもジャンプするの得意じゃない、はい、こうほらトンっ て、あ、確かに、どうなんだろう、うん、できるかなって感じです。あとこれバレて人持ち上げたいとかするじゃん、はい、あ、でも女子はないのか、持ち上げられる、そうです、ね、あ、持ち上げられるのか。何がいいんだろ う、運動苦手な人でもできる運動ってなんだろうと思って、なんだろうね、なんだろう、難しいですね、難しい。バレエに1回したいからくるくる回るのかとかさ、あ、くるくる回るのが趣味。あ、でもなんだろう、スケボーとかもちょっとやってみたいですね。いいですね、いいです、あ、それ意外ですね、確かに。スケボーいいかもしれないですね。すぐ転んで怪我しちゃって、それは怖い、それは怖いからね、ちょっと安全なところでね、運動運動、ね、頑張ってみますよね。いや、なんか意外なね、じゃあ増やしたいということで、はい、意外になりますけど、これから増やしていきます、うん、なるほどね。じゃあね、続いてなっちゃんですけど、プロフィールをじゃあ田辺さん紹介してもらってもいいですか。はい、はい、村上夏実、2000年5月21日生まれ、うん、身長164センチ、はい、出身地は東京都、東京、ね、はい、趣味は映画鑑賞、うん、ギター、読書、ほうほう、特技はスノーボード、美味しそうに食べること、はい、資格は気象予報士ということで、うん、なっちゃんの更新したい私のプロフィールをお願いします。はい、私村上夏実の更新したい私のプロフィールはこちら、宣材写真。変えたい。変えたい。あの宣材写真じゃなんかこう、そうですね、はい、なんていうの、凛としてるというかさ。いや、そうなんですけど、私これ、うん、宣材写真撮ったのが、うん、まあ、入所したのが2019年の4月、はい、そうですね、まあ、大学1年生の時なんですけど、うん、写真自体撮ったのは
2月か3月頃、まあ、高3の時だったんですよ。そうね、まあ、なんせ顔が違うんですよ今と。あ、でもすごい可愛いなと、はい、まあ、顔が、まあ、変わってますし、乗ってます、多分乗ってない、乗ってるんじゃないかな。あ、乗ってないか。そうなんです、あのこっちに乗ってないんだ。写真集の写真の方に乗っちゃうと、あの後ろの方に乗らないので、ちょっとお手元で見ていただきたいんですけど、じゃあ今ホームページをチェックしながら、ね、はい、チェックしながら見ていただきたいんですけど、あの、まあ、真顔の宣材写真で、いや、あの昔というか、まあ、数年1年くらい2年くらい前にオーディションに行って、まあ、その宣材写真オーディションで渡すんですけど、その時に、あ、ちょっと雰囲気違うねって言われて、まあ、いい意味でなんですけど、もちろん雰囲気違うねって言われて、いや、ですよねと思ったんですよね私。いや、顔違いますよねと思って。でも私もそれは友達にも言われました。なんか結構潜在写真が、実物と潜在写真が、はい、うん、顔がね、ちょっと雰囲気とか違うって言われましたことが多くて、ね、あ、そうですか。そうなんですよ。なっちゃんのね、先生写真すごいいいと思うよ、うん、私もすごい変わらず可愛い、うん、あれずっと多分もう30になってもあのままでいてほしい。さすがに30代は難しい。でもあのよくお聞きしたんですけど、先生写真やっぱあの今回ね、望月さんもそうですけども、はい、十何年間変え、うん、20年間ぐらい変えてなかったみたいな話があったから、先生写真ね、やっぱあんまり変わらないから、うんうん、いいなと思いますけど、やっぱり人によってはね、こう何かの機会に変えたいっていう人もね、スプラットメンバーでいますから、うん、そうですね、私が知ってる限り4回変えたい人知ってますから、誰だろう2回も、はい、まあ、現役のメンバーですけどね、誰かは言いませんけどね、はい、いや、まあ、あの髪切ったりとかね、そういうタイミングでありますから。あ、そっかそっか、はい、そうですよね、髪切るとだいぶ雰囲気変わりますからね、うん、そうそうそう、まあ、確かに凛とした感じではありますよ ね、 そうね、私の写真って、そう、首が長い感じがするよね。首長いですか。凛としてるみたいな、凛として首長い、うん、キリンじゃないかなですね、うん、そんなわけないけど、ね、キリンではない、キリンではない、ね、人ですね、人だからね。でもすごいね、そういう意味で宣材写真皆さん、はい、でもね、よく僕ら見てもね、タメさんも見てもよく写ってるんで、はい、可愛、はい、さとかっこよさを兼ね備えて、凛としてる、いいこと言いますね、はい、本当に。じゃあとりあえず変えないでおきますかね。そうですね、とりあえずそのままでいきますかね。はいはい、はい、というわけで、私たちの更新したい私のプロフィールいかがでしたでしょうか。リスナーの皆さんにも私たちの成長が伝わっていたら嬉しいです。それではここでトニー・ベネット&レディー・ガガで I get a kick out of you をお聞きください。
お届けした曲は今月のアーティストオブザマンス、トニー・ベネット&レディー・ガガで I get a kick out of you でした。サイコロトーク。才色兼備を目指す私たちアナウンサーにとって、この先紆余曲折、予定調和だなんてことはあるはずもないのです。そこでこのサイコロに運命を任せ、出たお題をテーマにトークしていきましょう。では萌香ちゃん、今夜のお題を紹介してください。はい、私の元気の源、現場な、私と節分の話、鬼バナ、忘れられないあの人の言葉、マスバナ、親切にされた話、新バナ、うるうるした話、ウルバナ、そして当たりは、当たりは私たちのツーショットチキをリスナーさんにプレゼント。それでは萌香ちゃん、このサイコロ振りましょう、はい、お願いします、はい、何が出るかな。初サイコロですよ。うるうるした話、まだだよね、ドラムロールの前から、はい、はい、何でしょうか。うるうるした話、ウルバナ。ウルバナでございましたね。いいよ、先走っていいからね。いいよ、先走りすぎちゃいました。いいよ、よかったよ。ウルウルした話、何ですか、はい、これ何ですか、はい、私のウルウルした話は、うんうんうん、最近鬼滅の刃の映画を見て、うん、無限列車編を見て、それでちょっと涙しましたね、うん、なるほど。私鬼滅の刃見たことなくて。そうなんですか、うん、どうなんだろう、泣ける感じなんですか。いや、ネタバレしそうになっちゃいました。危ない危ない、見てない人もいるかもしれない。そう、あのね、なんて言ったらいいのかな、はい、籠を背負ってる 妹の中に、あ、ねずこですね。それ知ってますよ。ねずこですよね。ねずこ、そこは知ってるんだ。知ってますよ。炭治郎とねずこだけ知ってます。なるほどね。ぜひおすすめしたいよね。はい、絶対見た方がいいと思います。あのアニメを全部見なきゃ、うん、映画はわからないんですか。アニメを全部見ないと映画は、そんなことない、映画で映画見てもいいんですだけど、見た方がいいと思います。面白いです、うん、別の話なんですか、あれ。いや、繋がってはいます。あ、じゃあ見ないとけど、はい、だけどそこだけ映画だけ見ても面白いし、逆に映画見てそこから遡る人もいるから、それにしてみようかな。多分、はい、でも映画を見たら全部見たくなると思います。じゃあちょっと時間あるときにまず映画から見てみようかなと思いました。いいで、ね、はい、ではちょっと私もやろうかな。はい、続いていきますか、はい、当たり出したいですね、そろそろ。当たり出たらいいね。どうかな、はい、お、何でしょうか。忘れられないあの人の言葉。お、マスバナ。マスバナでした ね、 当たりは出ませんでした。当たりなかったね、残念でございましたね。あの、まず言葉から紹介したいんですけど、あの、覚悟なき情熱は抱かぬことっていう言葉で、まあ、これ誰か偉人の言葉とかではないんですけど、新潟に住む親戚のおじさんがいまして、まあ、その方にからいただいたハガキに書いてあった言葉なんですけど、あの当時、まあ、ゼロのデビュー前で、私の中にすごくいろんな不安要素があったんですよね、まあ、初めてのテレビの生放送、気象予報士としての仕事、地上波、いろんな人が見てるみたいな、そういう不安がある中で、まあ、言われた言葉で、私はこう覚悟を持ってやりたいって思ったことだったので、もうなんかどんなことでも最後までやり遂げようっていう、その覚悟なき情熱は抱かない、逆に覚悟のある情熱だったのも心を自信を持って抱いていいんだっていうふうに思って、私はもうそれを聞いて、もう自信を持って挑もうって思いましたね。すごい深い言葉だなって思いますよね。やっぱなっちゃんってさ、やっぱ結構こうなんていうの、アイディアマンというかさ、アイディアマン、工夫をされる方じゃないですか。よく言われますね。あの、あの多分ね、見てる、例えばですよ、いろんなとこ見てても、はい、あんま感じない、この裏の話にしてはあんましょうがないですけど、はいはいはい、でもやっぱね、こうやっぱそこはね、なんか通ずるものがありますね。あ、よかったです。覚悟してるというか、うん、常になんかこういうことを言って、ね、別になんか自分をよく見せたいじゃないくての工夫がすごい多いので、いや嬉しいですね。とてもね、その言葉はね、はい、やっぱおじさん言ってることはね、なっちゃんに言いたかったんじゃないかなと思うんですけど。いや、ちょっとこれからもこの言葉を大事にしていきたいなと思った21歳です。あ、いい21歳だね。はい。はい、いや、萌香ちゃん、サイコロトークも、ね、深かったですね。はい、楽しかったですね。す、リスナーの皆さんにも私たちの新たな一面を知っていただけたら嬉しいです。それではアレキサンドレスで、
渡り鳥をお聞きください。お届けした曲は私田辺萌香が選曲しました。アレキサンダルスで渡り鳥でした。言葉クイズ。アナウンサーのスキルアップのため正しい言葉を詳しく知らないといけません、はい、そこで今夜は村上さんと田辺さんに言葉クイズを1問出題いたしますよ。はい、はい、早押クイズですね。分かった時点でですね、お手元のボタンを押してくださいね。負、はいね、けた方には罰ゲームとしてモノマネをリスナーの皆さんに披露していただきますよ。したくない。したくない。なるほど。村上さんと田辺さんね、122年前、だいぶ前ですけどね。はい。1月29日にはある出来事がありましたが、知っておりますか。明治ですよね。そう、122年前、ちょっとほら、生まれる前だと思うけど、ちょっと思い出してください。なんか分かんないよね、分かるわけない、分かんないですね、はい、これね122年前にの、まあ、1900年ですよね、はい、ちょうどね1月29日はですね、アメリカで大リーグが2リーグ制になったんですよ、うん、なるほど、そうあリーグとナリーグですか。そうです。で去年のやっぱ大谷選手の活躍すごかったですね。すごかった、もうびっくりしました。さて日本ではね、なっちゃんの大好きな球団のヤクルトが、はい、20年ぶり6回目の日本一に輝きましたよね。ありがとうございます。ありがとうございます、まあ、じゃあそういうわけで、まあ、この言葉クイズなんですけども、じゃあちなみに先ほどヤクルトっていうのはもともとはヨーグルトという意味なんです。ご存知でしたか。そうなんです、はい、クイズですけども、このクイズ、はい、ヤクルトという言葉はどこの国の言葉でしょうか。今から3つ言いますので、正しいと思うものを1つ答えてください。ヤクルト、はい、1番ブルガリア語、はい、2番トルコ語、3番エスペラント語。エスペラント、もう早くした方がいいよ。なっちゃん来ました。2番、トルコ。トルコ、間違えちゃった。おということで有利ですよ。どうぞ、何番ですか。3番エスペラント語。はい、
やったすごい初回で正解しました。そうです、正解は3番のエスペラント語でございます。はい、実はですね、まあ、1935年に乳酸飲料として発売されたヤクルトのネーミングは19世紀に世界共通語として作られたエスペラント語でヨーグルトというする意味がですね、ヤフルトという意味だったんですね。それがヤクルトということになったということでございます。でそうですよ、だからこれなっちゃんに有利な問題だなと思ったんだけどいやいやそんな、まさか田辺さんやっぱや持ってるね。持ってますね。よかったでございます。というわけで勝者は田辺さん。惜しくも負けてしまった。久しぶりだ。村上夏実さん。罰ゲームということで。そうですね。モノマネを披露してもらうと、はい、何のモノマネしようと。最近大相撲を見に行きまして。あ、そうなんだ、いいね、はい、うん、大相撲の勝負が決まった時の場内アナウンス、うん、お、いいですね。それでは行きましょう。大相撲で、勝負が決まった時の場内アナウンスをどうぞ。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して御嶽海の勝ち。なるほどね、本当流れるんですよ。流れるね、確かに。相撲はいいね。相撲行ってどうだった？楽しかったよね。すっごい楽しかったです。迫力あるよね、実際目の前で見るの。テレビと全然違いますね。なるほどね、そういう場内アナウンス流れてきたんだ、うん、流れます。毎回これ言うので、うん、覚えちゃうんですよで真似したくなっちゃうんですよね。なるからね、はい、いやいいですね、まあ、こういいモノマネも聞けたということでね。よかったです、ありがとうございます。村上さん、田辺さんね、これでね、はい、言葉も深く理解できましたよね、うん、できました。できました。ありがとうです。それでは次回の言葉クイズもお楽しみに。はい、ということでもうそろそろ終わりの時間が近づいていますが、萌香ちゃん初出演いかがでしたか？とっても緊張しました。噛みまくりでした。いいんだよ、いいんだよ、全然いいんだよ。大丈夫、次回があるから。そう、次回があるからね、ポジティブに捉えたほうよ。モノマネ似てるって初めて言われました。いや嬉しい。いいんじゃないですか、やっぱ似てますよ。似てました。もうやっぱ嬉しいな。アナウンス力もだんだんと上がってきてね、うん、言葉の粒がやっぱ聞きやすくなってきた。よかったですね、いい選択でした。よかったです、いい選択でございましたねです。いやでもね、こう初出演ということでございましたけど、うん、そう緊張もされましたけど、どうですか振り返ってみて。いやこうもっと私をみんなに知ってほしいみたいなところは出ました、うんうん、まだまだ私こんなもんじゃないみたいな感じの。次回以降成長見せられたらいいなと思いました。頑張ります。そういう番組ですもんね、コンセプトが。そうだからもう今日もね、でも田村さんよかったです。こうね、つのこう初出演で一生懸命やってる姿というのはとても好感だと思いますよ、はい、いやもう伸びしろしかないですからね。そうですね、本当に、ね、なるほどね、伸びしろいっぱい。なっちゃんもね、さらなる伸びしろが、ね、そうですね、まだまだ成長するまだまだ成長してもう選択乗りぐらいまでいってほしいですよ、ね、本当にね、パリッと見てほしいですね。あ、パリッとしたいですね。パリッとしたいですけどね。でもね、もうこんなね、はい、350回ということでございます。すごいですよ本当に。節目節目でね、やっぱ出てますからね、うんうん、そうですね。300なっちゃんもね、もうあっという間ですよ。350回もそうですし、ミスパイスも決まりましたしね。あ、3代目ですよ。そう、決まったんで3代目も決まりましたから、山崎恵馬さんにね。そうですよ、初代としてね、これが何恥じるよう頑張ってくださいね。頑張ります、初代なので。お、この音楽がかかったということは、萌香ちゃんそろそろお別れのお時間ですね。はい、皆さん、この番組には公式ツイッターがあります。私たちスプラウトメンバーもつぶやいていますので、ぜひフォローしてくださいね。来週の出演者もツイッターでお知らせしますね。アカウントはアットマーク G アップスプラウト。また YouTube ではこの番組の動画がアーカイブされています。 YouTube で G アップスプラウトを検索してくださいね。ここで G アップスプラウトからお知らせです。私たちと一緒にコラボレーションや番組を盛り上げてくれる企業やお店を大募集しています。詳しくはメールアドレス fm841@fm-sarus.jp fm841@fm-sarus.jp 皆様からのご応募お待ちしております。はい、待ってますよ皆さんね、ぜひ、ね、はい、メールください。ということでね、まあ、メールといえば、ね、先週の厳粛美学、はいはいはい、図鑑ですよね、はい、キャスター図鑑のやつのプレゼントね、うん、今日までですからね、
こちらも皆さんメールをね、あのツイッターにもメールのね方法あり、あの書いてありますから、うん、募集の方法をねそこを見て、はい、ぜひ募集してくださいね、はい、応募してください、はい、では今夜のお相手はセントフォーススプラートの村上夏実と田辺萌香でお送りしました。それでは皆さんさようなら。この番組はチャンネル銀河、MTB、他の提供でお送りしました。